FCS-3 は日本の防衛省技術研究本部が開発した艦載武器システム。その名の通りの射撃式装置にとどまらず、多機能レーダーなども統合された対空武器システムであり、固定式のアクティブフェーズドアレイアンテナによって全方向の半球空間を探索する。多目標の捜索、探知、追尾、武器管制を自動化し、リアクションタイムを短縮している。 また順次に改正されて、OPS-50A、OP-1 なども開発、配備されている。FCS-3 を環境上に装備した試験艦、ASCA FCS-3 の開発の端緒は、1980年代の53中期業務見積もりから56中期業務見積もりの時期にまで遡る。この時期、海上自衛隊は、 初の汎用護衛艦として、初雪型の整備を進めていたが、その対空戦闘システムは、主として、下記のようなサブシステムから構成されていた。この系譜は、その後、オプス -14 を、オプス -24 三次元レーダーに、1区 -5、1区 -6、7に更新した、朝霧型に発展するが、すでにこの構成では、特に対空戦闘能力の面で限界があることが、 明らかになっていた。すなわち、対空レーダーで探知した、目標情報を戦術情報処理装置に入力する、過程と戦術情報処理装置での情勢判断、意思決定後に、目標情報を射撃式装置に入力する過程が、オペレーターによる手動処理であり、さらに意思決定過程の大部分も人間に頼っていた、ため、対応時間の短縮が困難となっていた。 FCS-3 は一つのレーダーで捜索と追尾を同時に行うとともに、新世代の戦術情報処理装置との連接に対応することで、これらの問題を克服した新世代の股間防空システムとして開発された。技術研究本部は1983年より部内研究を開始、昭和61年度より3年にわたって研究施策を行い、 c バンドで動作するアクティブフェーズドアレイアンテナを作成して陸上試験を実施した。この陸上試作機は一面の旋回式アンテナを使用しており、試験の便の関係で航空自衛隊のお前崎分屯基地に設置されて試験が行われ多目標追尾やシークラッターなどのデータが収集された。その成果をもとに1990年より実感への 搭載を前提としたアンテナの開発施策を開始し、これを試験艦アスカに搭載して、5年間にわたって技術実用試験が実施された。海上試験では、航空機を用いた接近、交差運動を行う、高機動目標に対する探知追尾性能及び多目標追尾性能、栄光標的を用いた小型、低高度目標の探知追尾性能、5インチ砲弾と、 同一形状のレーダー標的であるトラップ弾を用いた超小型超音速目標の探知追尾対処性能を確認した。同艦には探サムが装備されておらず、ミサイルの自発射までの試験はできなかったが、ミサイル発射信号の喪失までの一元のシーケンスが確認された。特に小型、低高度目標の探知追尾性能では予想を上回る高成績を収めたとされる。 そして2000年、零零式射撃式装置として、正式化された。最大捜索距離は200キロ以上、最大追尾目標数は300個程度とされていた。海上自衛隊は、当初、朝霧型とムラサメ型を、FCS-2 搭載艦として整備した後、零三、厨房内し零八厨房で、FCS-3 搭載の改めムラサメ型の、 建造を開始する予定であった。しかし実際には、改めムラサメ型は08厨房で建造されたものの、FCS-2 搭載の高波型となった。同型での FCS-3 搭載が見送られた。理由としては、下記の4点があった。艦砲を62口径76ミリ、単装速射砲から54口径127ミリ、単装速射砲に変更したことで、 FCS-3 を積むための余裕重量が失われた。開発段階で FCS-3 のコストが大幅に上昇した。組み合わせるための股間防空ミサイルの開発が遅れた。開発期間の長期化に伴い FCS を構成するハードウェアやソフトウェアがすでに陳腐化していた。このうちタンサムについては当初は99式空対空誘導弾をベースにした。 アクティブホーミング誘導方式の新探査ムの採用が計画されており、13厨房でアスカを用いた実感テストが予定されていた。FCS-3 と RIM を組み合わせることで、ごく限定的な艦隊防空能力である、両艦防空能力を実現する計画であった。しかし同厨房で開示が最重点項目としていた、次期小回帰の研究開発費を捻出するため、RIM の 実感テストは磁気厨房以降に先送りを余儀なくされたことから、変わって SM の採用が図られることになった。伊勢の環境上部に設置された FCS-3 のアンテナ部このように FCS-3 の開発は曲折を経たものの13厨房で建造された13,500トン型 DDH で装備化されることになった。同型では、 アスカ搭載の開発試作機の改良、実用機が搭載されることになっており、当初、アスカ搭載機が FCS-3、16DDH 搭載機は FCS-3 改めと称されていたが、後には 16DDH 搭載機を指して単に FCS-3 と称するようになった。上記のように、当初予定されていたアイムの代わりに、 S エスムが採用されることになったことから、16DDH 搭載機では、これを誘導するための装備が追加された。この結果、試作機のアンテナは C バンド用のものが4面あるだけだったのに対し、16DDH 搭載機では、その隣に S ムを誘導するためにやや小さな X バンドのアンテナが各1面ずつ追加装備された。これは、 タレス社のアッパーシステムの一部を採用したもので、合わせて SM を誘導するためのアイキのアルゴリズムも導入されている。なお、費用節約のため、ヒューガ搭載機の C バンド用アンテナのうち3面は、アスカの試作機から流用し、1面のみ慎重とした。ただしヒカガリウムを素材とするアンテナ素子については、性能向上を図るため、全体のおよそ1 3が慎重された。また、 FCS-3 の多機能レーダーが新型の戦術情報処理装置である i 区1 0アッコズと組み合わされていることも大きな改良点であり、これにより FCS-3 搭載艦の戦闘能力の大幅な向上が図られている。i 区1 0の特徴は、オペレーターの判断支援及び操作支援のため、予想される戦術状況に対応して、IF、 全ルールを用いて形式化されたデータベースに基づくドクトリン管制を採用している点にある。これによってオペレーターの関与は必要最小限に抑えられ、意思決定は飛躍的に迅速化される。FCS-3 と i c -10 は身体線上保処理装置、水上関与 E い管制システム UX とともに新戦闘式システム ATEX を構成する。また、 システムに商用、オフザシェルフを多用したのも改良点である。FCS-3 は多機能レーダーとしての機能を備えるものとして開発されたことから射撃式だけでなく、対空、対水上捜索レーダーとしての機能も有しており、各種レーダーを一本化して護衛艦に搭載するシステムをコンパクト化することができる。 またヒューガ型の FCS-3 及び1区 -10 ではヘリコプター搭載護衛艦として必要な関西ヘリコプターの飛行管制機能も付与されている。秋月の FCS-3A ヒューガ型 DDH に続いて17厨房で建造される5000トン型 DD にも FCS-3 の改良型が搭載されることになった。当時、開示のミサイル護衛艦には イージス BMD システムが導入されつつあったが、特に当時配備されていたイージス BMD3.6 システムでは、対空戦機能とミサイル防衛機能の両立が難しく、大気圏外にある弾道ミサイルに対処している間は、低空域での探知追尾能力が低下する恐れが指摘されていた。その対策として、イージス DDG と艦隊を組んで行動する DD に、 低空防御を委託することが構想されるようになり、その対象として同型が選ばれた。このような経緯もあり、同型では、ヒューガ型の FCS-3 をもとに、下記のような性能強化策を講じた FCS-3A が SM と組み合わされて、搭載されることになった。また同型では、艦砲の射撃式も FCS-3A で、兼用されている。またこのか。 受信系統の低雑音増幅機の性能向上や、その他の個別部品のモノリシックマイクロ波、集積回路化による小型高性能化、コスト低減も進められ、さらにアンテナから放射する送信電波のビームマネジメントの改良、受信した目標信号の処理能力向上などが適用されているものとみられている。なお、f c s 3 i m の当初構想と比べて、 FCS-3ASM の現行システムの方が性能的に優れていることから現在では両艦防空に対応する英語としてはリミテッドを外してローカルエリアディフェンスと称されている。加賀のオプス -50A ヒューガ型の発展型として平成22年度予算より建造された19500トン型 DDH でも FCS-3 と 同系統のレーダーが搭載された。しかし同系が搭載する下器は、高性能 20mm 機関砲とシラムの2つのみで、これらはいずれも自己完結した射撃式システムを持つために、外部からの射撃式は不要であった。このため、同系のシステムでは射撃式の機能を削除して、システム区分はオプスマイナス50となった。射撃式の機能を削除したことから、アンテナは、 C バンド用のものが4面のみとなった。アンテナ素子は FCS-3A と同様に筆化狩りウム系半導体を使用していることから FCS-3 と比べると探知距離は約1.7倍に拡大されている。また、平成24年度予算で建造された2番艦、加賀ではアンテナをブロック化し、 背後から容易に整備できるように配慮した OPS-50A に更新した。白縫いの OP-1 蒸気の通り、秋月型は防空重視の DD として整備されたが、平成25年度予算では、これをもとに対戦戦重視に転換した朝日型が建造された。同型では OP、OP-1 多機能レーダーが搭載されたが、これは 19DD で搭載された。 FCS-3A を基本としつつ、両艦防空能力を省く一方、加賀の OPS-50A で導入された、ブロック角優柱性や電源装置等の整備性、高端性の強化は踏襲し、さらにマンマシンインターフェースなどの情報処理装置として、o ス1の採用を図った発展型であった。また、レーダー信号処理装置についても、最新のコツ計算機が採用されており、 信号処理能力、交換性の向上とともに、将来拡張余地も確保された。なお、上記の通り、FCS-3 では、ミサイル誘導用のイルミネーターとして、タレスネーデルラント社の技術による、I、合気を組み込んできた。朝日型の計画段階では、これに代わり、国産開発の連続ハイルミネーターを搭載する、ことも検討されたが、結局、合気が搭載された。 また、両艦防空能力の削除に伴って、レーダー副域は、ヒューガ型の FCS-3 と同程度に差し戻されているが、今後長射程の誘導弾の完成などが必要になった場合、必要であれば、レーダー副域を拡大する回収も可能とされている。ありがとうございます。